はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋みともでございます。はい、今回は、ウルターマンタイガー24話の感想でございます。まあ見てみた感想ですけどなんだろう、パッと見た感じ、ウルターさんがなんでああなったのっていう話。来週最終回なんですよね。なので今後ウルターマン枠をちょっと改善、どうなるかわからないですっていう話をしておきたいと思います。ということで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。